こんにちは、サナです。今回はですね、やばすぎる、本当にやばすぎる海外のリップを紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するやばいリップはこちらになります。見た目ね、普通の可愛らしいリップなんですけども、塗るとめちゃくちゃ強烈です、これ。はい、こちらはトゥーフェイスドっていうアメリカから最近日本にも上陸したブランドなんですけど、リップインジェクションエクストリームで、色がピンクパンチっていうカラーです。で、日本にブランド自体は上陸してるんですけど、こちらのリッププランパーは日本ではまだ販売されてません。で、香りが結構酸っぱめのキャンディーですね。めっちゃいい匂いです。海外っぽい甘ったるい匂いではないです。で、こちらが、セフォラっていうアットコスメストアとかアインズトルペとか、そういうコスメ専門店、そのセフォラっていうお店の自社ブランド、これなんて商品名だったかな、ちょっと忘れちゃった。で、色が何色かあって、その中でも一番ベーシックな01番を買ってみました。なんかね、ちょっと見たことのない変わったチップがついてます。小さめで、すごくね、唇には塗りやすい。で、香りは、これはバニラ系ですね。ディオールのマキシマイザーをちょっと強めにした感じ。そしたらちょっとそれぞれ手の甲に塗っていきます。まずトゥーフェイスド、もう色はね、そんなにつかないです。で、次セフォラ、こちらはもうほぼ無色ですね。こちら今塗りたての状態なんですけど、これをよく覚えておいてください。まあね、今のところ何の変哲もない普通のリップですよね。そしたらちょっと時間を置きたいと思います。はい、手に塗ってから5分ぐらい経ったんですけど、お見せしますね。あれ、なんかさっきまでこっちの下とか無色だったんですけど、すごいピンクがかってますよね。この上の方はさらにピンク味が強くなって、下の無色が薄ピンクになってます。そしたらちょっとこれ拭き取っていきます。はい、こんな感じで、なんと手の甲までもがプランプアップされちゃうんですよ、こちら。まあ、手の甲ってね、唇に比べれば、まだ感覚鈍い方じゃないですか。でも結構ね、ビリビリきてます。遠目で見るとね、めちゃくちゃわかりやすいですね。そしたらこちらのトゥーフェイスドエクストリームの方を唇に塗っていきます。で、ちなみに塗る前の唇がこんな感じです。はい、塗ってみました。そしたらこれも時間を置きます。塗りたてはこんな感じで、もう塗って10秒ぐらい経つんですけども、結構ちょっと始まってきてます、ビリビリの侵略が。はい、今5分経ったんですけども、わかります、これ、すごくない？プランプアップどころじゃないよ、本当。もう上唇が 1.5 倍ぐらいになってます。で、もうすぐビリビリのピークが来て、5分ぐらいでだんだん落ち着いてきてっていう使い心地ですね。で、プランプリップってなんかスースージンジンするハートみたいな感じのなんか表現が多いじゃないですか。でもこれはなんかジンジンっていうか、なんかボンボンぐらいのすごい、でも痛くはないけど、なんか辛いもの食べた時に鼻汗出るじゃん。痛くないんだけど、なぜかね、すごい鼻汗が出る。で、こっちのセフォラの方はこっちほどなんかボンボンはしないんですけど、なんかブルルルルルルル、なんかビリビリビリブルって感じ。こっちの方がまあ使いやすいっちゃ使いやすいですね。遠目で見るとこんな感じ。
何もリップ塗ってないんですけど、すごい血色感が出て、まあ、仕上がりとしてはめちゃくちゃ綺麗。はい、今ねグロスをティッシュオフしてみたんですけど、めちゃくちゃ唇がもうセクシーって感じ。アンジェリーナ・ジョリーの唇。調子乗ってね手の甲に2回塗ったんですけど、そしたらすごいことになりました。すごい腫れてる。でも見た目めっちゃなんか痒そう痛そうみたいな感じなんだけど、ちょっと痒いぐらいです。でこの効果は2時間いかないぐらいですかね、まあ、これも個人差あると思うんですけど、で前もなんかすごいこのリップがヤバすぎるみたいな動画出して、韓国のデビルズプランパーだったかな、すんごいなんか唇が熱くなるでプランプアップするグロスを紹介したんですけど、それはなんか口に入るとめちゃくちゃ辛いんですよ。でもこれはめちゃくちゃプランプアップする割に、舐めても全然なんか辛かったりとかまずかったりとかしないので、使い心地は意外といいです。あの個人的に好きなのはこっちのセフォラの方ですかね。両方とも結構ね、この2つでその唇のジンジンの感じ方が違うので面白いです。リッププランパーマニアの方は自己責任でお願いいたします。で買えるところなんですけど、このセフォラがセフォラのオンラインストアで購入しました。オリジナルブランドなので多分他のサイトには売ってないと思います。でこっちのトゥーフェイスドの方はセルフリッチズっていうところで購入しました。あの他にもねいろんなカラーとか売ってますので、ぜひチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。